藤さん美香です。今日は令和3年11月8日です。 皆さんの中にももうご存知の方少なくないと思いますが、岸田総理は外務大臣に起用しようかと検討していた林義正元文部科学省を10日の第2次岸田内閣組閣に合わせて正式に次期外務大臣に任命する方針を固めたとメディア各社が報じています。私は前回の動画で新しい外務大臣には高市政調会長か さきの総裁選で高市氏を支持された国会議員の中にも立派な方たちがいろいろといらっしゃいますので、そうした人たちの中から外務大臣を選んでいただくか、もしくは、世耕広志参議院幹事長がふさわしいのではないかという話をしましたが、結局、林芳正氏が内定したようです。林芳正氏には、 山口三区の二階派の重鎮、新中派、新幹派でも有名な河村武雄氏を引退に追い込むために、ぜひ参議院から衆議院へ倶楽返して頑張ってほしいと、私もこのチャンネルで応援してきました。物事には順序がありますから、まずは新中派、新幹派のドンの二階氏率いる二階派の勢力を縮小することが先決だということで、 今回の一連の総裁選や衆院選などを通して、二階派の会員が約10名減りましたので、ある程度は達成されたと思うんですが、林吉正氏が思い切ってチャレンジしてくださったおかげで、河村武雄氏が引退ということになったのは非常に大きな出来事で、これに関してはよくやってくださったなと私も思っています。ただ、どうしても気になる事実として、林吉正氏が日中議連の会長であることが懸念されると、 過去の動画でもこの話題を話すたびに私は皆さんに伝えてきました。なるべく日本の外相は日中議連の会長ではない人に務めていただいた方がいいなと思って前回の動画でも私なりに外相候補を考えてみたわけです。もちろん日中議連会長だからといって必ずしも絶対に親中派だと言い切ってはいけないなとは思っていますが、 林義正氏は、例えば2019年の5月に北京を訪問して、四国共産党の序列4位で国政の助言機関である政治協商会議の王陽主席と会談した際、北が飛翔体を発射したことなどの問題について話し合ったとはいえ、次のような発言を林義正氏はされているんです。半島の平和と安定は日本の安全保障に直結する。 C 国と引き続き連携していきたいと言われてさらに記者会見では日中関係は完全に正常な軌道に戻った関係強化に努めたいとも述べられたと2019年5月5日の NHK 政治マガジンが報じているんです私あの頃のことよく覚えているんですがちょうど2019年の6月に頑張れ日本主催の外戦活動に私も参加し演説をして 当時、日中両政府が合言葉のように、日中関係は完全に正常な軌道に戻った。日中の関係強化に努めたい。と言っていることを取り上げて、日中関係は全然正常な軌道になんて戻っていません。C 国海警局の武装船が連日のように尖閣諸島周辺の水域に侵入してきていることはどうなのか日本の主要都市に C 国が核ミサイルを向けていることはどうなのか C 国が何人もの日本人を不当に拘束して未だに返していないことはどうなのか。チベット、ウイグル、南モンゴル、香港などに対して人権弾圧を行っている C 国の習近平国家主席を日本へ国賓として招くことは絶対反対だ、などといろいろ訴えました。日中の関係を強化するなんてもってのほかだと訴えたんです。確かにその後、例の病気が蔓延したりして状況が激変したこともあり、 林義し氏は、2020年の2月に、ロイターのインタビューに答えて、その年の4月に予定されていた、習主席の来日について、日本として公式には予定通り準備を進めているとしているが、タイミングは、C 国政府が決めることだ。ただ、例の病気の感染者や犠牲者が出ている中では、我々も来日のタイミングについては懸念しており、C 国側もそうした状況も考慮すると見ている。 と述べられ、さらに、習主席は国内で優先すべき問題があり、トップが不在という状況はイメージ上好ましくないという面もあるだろうとして、訪日で無理することは良くないとの考えを示したと、ロイターが報じていました。案に習主席の来日を断ったとも言えるわけで、コメント欄にも林芳正氏が、親中派だとは言えないですよという方もいらして、 私もそうだったらいいなと思うんですが、警告のメディアも、具体的には11月1日の超日報ですけど、林義政氏は、警告との関係に関心が強く前向きという評価も、警告の外交関係者の間から出ている。キム・ブギョム首相、ウォン・ヒリョン・チェジュ特別自治道知事、ナム・ギョンビル元・ギョン・ギ道知事ら、 帝国の政治家らと長年交流してきたということも報じられているので、やっぱり心配になってしまうんですよ。その記事には、小渕恵三元首相の娘の小渕優子氏も新官派で、日韓議員連盟の常任幹事を務めているから期待が寄せられているとも書かれてありました。そういうことが書いてあると、竹下派の小渕優子議員についても気がかりになるんですが、とにかく、 林義し氏が日本の外務大臣としてどんな外交をしてくださるのか予測できかねるところがありますので、四国や渓国に厳しく対峙できるか、日本の国益を守り抜ける人かどうか、日本の国益のために外交をしてくださるかどうかというところを厳しい目で注視していきたいと思います。それで外務大臣の林義し氏に対してもそうですが、 岸田総理自身は一体 C 国に対してどういう態度を取られるのか、親中派なのかどうか、多くの日本国民が気になっていることだと思いますが、先日 C 国の大き外相からも岸田総理は一線を超えるなよと上から目線で牽制されていました。大き外相がこの発言をしたのは10月25日に日中両国の指揮者が議論する 東京北京フォーラムへのビデオメッセージの中でのことだったんですが、岸田総理は C 国と良好な関係にある自民党派閥、高知会の出身のため、C 国では岸田総理が C 国と日本の関係改善に寄与してくれるのではないかと期待する声があるそうなんです。ただ一方で台湾を重視する岸田総理の優待路線への警戒感も根強いようで、一線を越えるなと。 非常に無礼な発言ではあるんですが、C 国の不安の現れもあって、大木外相がああいったことを言ったようです。11月4日の知事 .com の記事に、米国防総省が11月3日、C 国の軍事安全保障分野の動向に関する年次報告書を公表して、 C 国が2030年までに少なくとも1000発の核弾頭を保有する意向を持っている可能性があると分析したという内容が載っていました。C 国が台湾と同時に日本の尖閣諸島も狙っていることは周知の事実で、11月7日に C 国の海警の準軍艦がまた尖閣諸島周辺の水域に2隻航行していましたから、これで7日までに20日連続の侵入ということになるんです。 岸田総理はこんなに支援国に日本が苔にされても何も対処しないんでしょうかもう経済制裁すべきレベルです。大きい外相がビデオメッセージを寄せた第17回北京東京フォーラムというのは CRI オンラインによると不安定化する世界での日中関係と国際協調の修復来年2022年の 日中国交正常化50周年に向けてというテーマで開催されたもので、例の病気の関係上、オンラインの参加がメインだったようなんですが、その北京東京フォーラムには、両国の有識者や政府関係者約100人が参加したと言われています。日中友好という美名のもとに、国際社会で孤立する支国は、日本との関係改善を躍起になって求めているようなんですが、 方や大きい外相のように欧米なことを言ったり、尖閣諸島周辺の水域でも日本に軍事力で圧力をかけてきたりするようでは、こんな北京東京フォーラムなんかを開催しても根本的には意味がないということを四国もそして日本の親中派も知るべきなんです。そのフォーラムでは日中共同で行った世論調査の結果も発表されたんですが、 日本国民の90.9%が C 国に対して良くない印象を持っていて、C 国人の66.1%が日本に対して良くない印象を持っていることが分かりました。さらに、日中関係が悪いと見ている日本国民は54.6%で、同じく日中関係が悪いと見ている C 国人は42.6%という結果になりました。 日中関係を悪いと見ている C 国人が去年より20%上がったということで、C 国の外文局や C 国メディアなどはしきりに、この悪化幅は C 国で反日暴動が起きた時と同じレベルだとか、2012年の尖閣諸島をめぐる対立以来の悪化だ、大変だなどと言っていて、原因も日本が C 国を侵略した歴史をきちんと謝罪していないからだとか、 日本の一部の政治家の言動が不適切だからだとか、日本が米国と連携して C 国を包囲しているから悪いんだなどと言って、日本のことを軍国主義と考える C 国人も増えているんだから、とにかく日本側が改善すべきだと C 国は主張しているんです。そして、日中両国関係が重要だと考える両国民が7割近くもいるんだとまで言っているんですよ。こんなの、そもそも C 国は検閲国家で、 C 国の国民が真実の情報をキャッチすることはできませんし、仮にできたとしても、本心の意見なんて語れない環境じゃないですか。現実は C 国が国際法を無視して派遣主義を剥き出しにしたせいで、国際社会から孤立しているんです。それなのに C 国政府は反日プロパガンダで日本のことを軍国主義だといい、歴史捏造した反日映画や反日ドラマを流して、 四国人に日本が悪かったんだという印象を植え付けているんです。それにもかかわらず、こんな茶番な世論調査に付き合って、日本人の中にも日本の方から変わらなくてはならないなんて言ってる人たちがいるなんて、私から見ればもう唖然とするばかりなんです。90.9%もの日本国民が四国に対して良くない感情を抱いているにもかかわらず、 日本では C 国への暴動も起きないわけですから C 国人に比べて日本人がいかに忍耐強く優しく穏やかな国民性かということがよくわかりますよねその北京東京フォーラムでは日本外務省のアジア対応州局の遠藤和也審議官がモテギ前外相のメッセージを代読したんですがそのメッセージは新たな時代にふさわしい日中関係の構築には より幅広い国民間の意思疎通や対話が大事である。来年の節目の年、日中国交正常化50周年が、例の病気からの国民交流の回復の契機となることを期待している、という内容だったようです。茂木氏は、やはり C 国に甘いなという印象を私は受けるんですが、皆さんはどう感じられたでしょうかさらに、福田康夫元首相も参加されたんですが、 対話を通じて国際社会、さらには人類と地球が危機的状況に陥っているという認識を共有し、これからどのような世界を作り上げていくのかという点について、できるだけ多くの共通認識を持つように日中間で努力すべきである。それは習近平主席が提唱している人類運命共同体の中身を作り上げていくことになるとの考えを示したということです。 ということで今日は外務大臣に内定した林義政氏に対して四国に厳しく対峙し日本の国益を守り抜く外交をしていただきたいと思っているということなどについてお話しいたしました。それから前回もスーパーサンクス、サンクスボタンでご支援くださった方々ありがとうございます。とっても感謝いたしております。そしていいねボタンを押してくださったりコメントを書いてくださったりした 大勢の皆様、ありがとうございます。大変感謝いたしております。先ほどの北京東京フォーラムの発言を聞いていますと、自民党の茂木幹事長に対しても、二回しの二の舞にならないかと不安が募りますので、私もますます茂木幹事長の言動にも注視していきたいなと思いました。はい。今日の動画はここまでです。皆様、ご視聴ありがとうございます。 励みになりますのでチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。失礼いたします。